こんちくわ、あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、姫事情っていいわよね。おう。突然どうしたんだ？なんで今、姫事情なんだよ。いやね、この間、なんとかって知事がいる件で、姫事情のレゴブロックがもらえるって話があって、それで姫事情を思い出したのよ。嫌な思い出し方だな。そもそもお前はもらえないし、その話、兵庫県民は喜ばないと思うぞ。なんだ、もらえないのね。ところで姫事情って、あれでしょ？なんか鳥に例えられてたような。白露城だな。白漆喰の壁とその美しい姿から、姫事情の別名となっている。まさに私のような、美しさってことね。お前のその自己評価の高さ、おかしいだろ。姫事情に謝れ。あと、全兵庫県民にも土下座だ土下座。なんでよ、私じゃなくて、ボーエストー知事がやればいいじゃない。そういう時事ネタをぶっ込むなよ。すぐに風化するぞ。正しくは CM ネタでしょ。ちゃんとしてよマリサ。細かいことを言うな。そんなのについてきてくれるのは、うちの訓練された視聴者さんだけだぞ。まあね。わからない人は自分で学ぶ、お利口さんばっかりだし、グッフフフ、YouTube 界も捨てたもんじゃないわね。どこ目線だよお前。そもそもお前は視聴者さんから、生温かい目で見守られてる、珍獣枠だからな。あんまり図に乗るんじゃないぞ。うるさいわね。そんなこと言ってたら、姫事情に連れてってあげないわよ。どういうことなんだ？私、姫事情のマスコットガールになるの。そういうメールが来たのよ。新手の詐欺だな。ちょっと、そんなわけないでしょ。ちゃんとしたところから来たのよ。ほら、ちゃんと姫路市って。メールアドレスも。なになに？兵庫県、暇人市。暇人市って書いてあるぞ。おかしいだろ。やっぱりお前の目は節穴だ。ぐぎぎぎぎ。姫路行きの新幹線も取ったのに。許せん。血の涙を流すな。だって調べたのよ。アーモンドトーストとか、駅そばとか、回転焼きのご座騒楼とか、姫路おでんとか、明石焼きとかもあるし。食いもんだけじゃねえか。荒川土手の野草生活からの脱出が。お前がパチンコで吸っちまうからだろ。ちゃんと計画的にお金は使いなさい。仕方がないわね。もう荒川ブランドの野草生活として、野草汁を売り出そうかしら。視聴者さんも言ってたし。やめろ。いろいろと問題だ。姫路のグルメ、楽しみだったのに。マスコットキャラはどうでもいいけど。そういうとこだぞ、お前。まったく。そういう直情的、感情的に行動すると、ろくなことにならないぜ。ってことは、そういう行動をする、アホな奴の解説をするってこと？だいぶわかってきたな。そういうことだ。ちゃんと俺の話を聞いて、反省するんだぞ。なんで私が？しょうがないわね。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方はぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃ解説していくぞ、みんなも。それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、兵庫母親殺害事件だ。これは2020年7月12日に、兵庫県姫路市白浜町の県営住宅で、一人の女性が命を奪われた事件になる。彼女はシングルマザーで、当時6歳の子供と一緒に住んでおり、この事件は子供の目の前で、彼女がその命を奪われることになるんだぜ。ちょっと待ってよ。6歳の子供の目の前って、こんなのトラウマ案件じゃない。っていうか、子供は無事だったの？ああ、幸いなことにな。子供が無事だったのは、不幸中の幸いね。でも、子供が無事だったということは、強盗とかじゃない。他の理由があるってことかしら。ああ、なかなかよくわかってるな霊夢。今回の事件の犯人は、この被害者の女性と付き合っていた、と自称する男の犯行だった。自称って時点で、嫌な予感がプンプンするわね。どうせクソみたいな男じゃないの？そうだな。そのクソみたいな男、という言葉には同感だ。いや、みたい、じゃなく、本物のクソだった。うわぁ。相当ヤバそうね。そのクソみたい。いえクソ男は、どんな奴だったの？そのクソ男は吉直雄一という名の当時36歳、女性が勤めていたキャバクラの幹部だった。そしてこの吉直というこの男は、筆舌しがたいほどのクズ野郎だったんだぜ。まあ殺人犯だし、しかも子供の目の前で母親の命を奪っているって。クズ以外の何者でもないけどね。それじゃまず、今回の事件の被害者である、この女性について見ていくことにしよう。今回被害者となった女性は、事件のあった兵庫県姫路市、白浜町で生まれ育った。彼女は幼い頃から非常に明るく、目立つタイプの女性だった。明るくて目立つタイプ？ってことは、陽気？私みたいね。お前はただのバカだろ。
後先考えないタイプの。ぐぎぎぎぎぎ。否定できない。否定しろよ。まあ彼女は、陽キャと言えるタイプだった。よく言うやんちゃタイプで、学生時代は6、7人の、派手なグループに入っていたんだ。やんちゃで派手なグループって、陽キャからクラスチェンジして、もしかしてヤンキーだったの？まあ普通に考えたらそう思うよな。ただ彼女たちはヤンキーのような、不良行為などはしていなかったそうだ。ただグループとしては結構厄介で、よく教師を困らせていたらしいんだぜ。なるほど理解したわ。いわゆるスクールカースト上位組、ってことね。まあ、こういった、陽キャ満載のパリピグループって、どこの学校にも必ずいるのよ。百校。急に叫ぶな。視聴者がびっくりするだろ。それに彼女たちは別に、パリピグループではないと思うんだがな。ただ陽キャという部分は合っていて、彼女は非常に人気のある人物だった。茶髪が目立つ、可愛らしい容姿をしていて、いつもキャピキャピしている女性だったんだ。なんか話を聞いていたら、自分の学生時代を思い出してきたわ。私もよくキャピキャピしていたから、クラスでは大人気だったもの。お前の場合はキャピキャピではなくオラオラだっただろうが。誰がオラオラよ。そんな明るく人気者だった彼女だが、18歳の時に妊娠をしてしまうんだ。え、妊娠、18歳って。ちょっと早すぎない？まあ、そうなったのは仕方ないけど。相手は誰なの？相手に関しては、詳しいことは分かっていない。ただ彼女は高校に在学しながら、子供を出産することにしたんだ。高校卒業前だったのね。これは、苦労しそうな感じね。父親の件が分かってないってことは、最初から一人で育ててたのかしら。かなり大変だったんじゃ。そうだな。この被害者の女性は、わずか18歳で子持ちのシングルマザーとなった。いきなり人生ハードモードなんだけど。それって学校も中退することになったんじゃないの？いや、高校自体は周りの助けもあり、無事に卒業をしている。そもそも女性は明るい性格から、多くの友人がいるタイプだった。そのためシングルマザーとなった後も、友人らの助けを借りて子育てを行っていたんだぜ。周りの人に恵まれていた。と考えていいのかしら。それにしても父親は何してるのよ。その後、高校を卒業した女性は、キャバクラで働くようになる。そこでも持ち前の明るさと容姿から、人気を得ることに成功し、コロナ禍でも頑張って出勤して、子供のために働き続けていたんだぜ。キャバクラで、そこそこ人気を得たということは、生活自体はそんなに苦しくはなかったのかしら？生活が苦しいということはなかったみたいだな。女性は子供に対して強い愛情を抱いており、何不自由なく育てるようにしていたんだ。偉いわね。虐待するようなアホ女と違って、しっかりしてたのね。実際に幼稚園には、自分の運転する車で送り迎えをするなど、生活自体は全く貧困ではなかったんだぜ。経済的にすごく苦しい感じじゃなかったのね。頑張ってたんだ。女性はそもそも社交的で、コミュニケーション力が高く、近所付き合いも活発に行っていた。そのため近所の住人たちは口を揃えて、仲のいい親子と言っていたんだぜ。偉いわね。ちゃんと近所付き合いまでやってたのね。やっぱりコミュニケーションは大事よね。18歳でシングルマザーって時点で、どうなるかと思ったけど、この女性の能力値と、スペックなら、ある意味勝ち組確定ね。それだけ彼女は頑張ってたんだろうな。こうして子供と共に、幸せな家庭を築いていた女性だったが、ある男との出会いで、その人生に暗雲が立ち込めることになる。ああ、こういうシングルマザーが不幸になったり、子供が苦しむのって、大体母親の男性関係よね。それで、今回のクソ男は吉直ってやつだったのね。ああ、その通りだ。それじゃ、この吉直雄一という男について、見ていくことにしよう。吉直という人物に関しては、明確な出自は分かってはいない。一応ネット上では大阪府出身で、実家が鉄板焼き屋をやっていたとされている。ただこの鉄板焼き屋も、吉直のとんでもない行動により、潰れてしまったと言われているんだ。とんでもない行動って？吉直は幼い頃から札付きの悪だったらしく、犯罪行為を犯すことに、一切の罪悪感を持っていなかった。そのため金銭欲しさに、知り合いと共謀して、タクシーを襲う計画を立てていたんだ。タクシーを襲う計画って、タクシー強盗ってことよね？なんなのよそれ。どう考えてもおかしいし、とんでもないことを言っているんだけど。普通の感覚じゃないわね。吉直にとってお金は稼ぐものではなく、奪うものだったみたいだな。クソというより完全に犯罪者の思考ね。クズじゃない。普通に終わってるわね。そして吉直はその計画を実行に移す。2006年3月14日深夜午前3時、吉直は共犯者一人と共に客を装って、呼び出したタクシーに乗り込むんだ。そして別の共犯者2名が、後ろから車で、タクシーを追跡したんだ。
ガチの強盗計画じゃない。そんなことなど知らず、吉直を乗せて走行するタクシー。大阪市淀川区鹿島の路上あたりで、吉直は急に運転手に暴行を加え、タクシーを無理やり停車させるんだ。いきなり暴行。その後、追跡していた車の仲間たちと共に、運転手の頭部などを殴って重傷を負わせ、現金2万円を奪い去ったんだぜ。ええ？現金約2万円って。言い方は悪いけど、きちんと計画していた割には、奪った金額、めちゃくちゃしょぼすぎるでしょ。このあたりに関しては、目的通りだったのか、想定外の金額だったのかはわからない。ただ吉直という男は、こういった犯罪を繰り返していたらしい。これはあくまでネットでの情報になるが、13歳の頃にも、同様のタクシー強盗事件を起こして、少年院送りになっているんだぜ。13歳？こいつ、本当にとんでもない悪じゃない。それで、この強盗事件はきちんと逮捕したんでしょうね。一応逮捕はしている。ただそれも、約3年後の2009年2月に、別件の事情聴取中に自供したことで発覚したんだ。ということは、下手すればこの事件は、未解決事件になる可能性があったってこと？そういうことになるな。取られた金額は2万だけかもしれないけど、運転手さんは重傷を負っているんでしょ。きちんと罰しないとダメじゃない。一応、この事件で吉直は有罪判決を受けて、刑務所へと収監されて入る。ただ吉直はこの事件以外にも、多くの犯罪行為に手を染めていたんだ。あくまで噂の段階ではあるものの、女性の付きまとい行為などの前科がある、とされているんだぜ。っていうことは、今回被害に遭った女性も、この吉直に付きまとわれていたってこと？だから吉直自身は、女性のことを彼女だと勝手に言っていて、自分が彼氏と自称していたわけね。とんだ勘違い男ね。少なくともこの被害女性と、吉直が一緒に写った写真は出回っていない。吉直が一方的に付きまとっていた可能性が高い。また吉直は DV に拉致監禁、違法薬物使用、不法侵入、器物損壊と、挙げ出すとキリがないほどの前科がある、と言われているんだぜ。いやいやいや。これはクズ野郎とかのレベルじゃないでしょ。普通にとんでもない極悪人じゃない。こんなやつ、一生豚箱にぶち込んでおかないと。ただ日本という国は、劣気とした法治国家のため、きちんと刑期を終えれば刑務所から出所する。そして吉直も刑務所から出所してしまう。その後は姫路市などで、水商売を運営するグループ会社の幹部に収まるんだ。水商売グループの幹部って、そんな男野党なんて、大丈夫なのかしら。まあ、そのグループや、吉直が挙げている写真を見れば、思いっきりそっち系のルートの感じはする。ああ、そういう感じなのね。あまり近づきたい感じじゃないわね。もしかして反社とか、そのあたりはどうだろうな。吉直と反社会組織との関係性については、詳しくは語られていないので何とも言えない。ただ数々の前歴や犯罪行為を、何とも思わない道徳感から、そっち方面の人間に顔が利く一面は、あったかもしれないな。絶対にそっち系のコネに決まってるでしょ。ただここで最悪だったのが、吉直が幹部を務める会社の店舗の一つが、被害者女性が働くキャバクラだったんだぜ。そんな、ここで吉直と知り合ってしまったのね。こうして、被害女性と接点を持つようになった吉直。ここから一気に事件へと繋がることになるんだ。これは女性からすると、災難としか言いようがない展開だわ。それじゃ次は、事件発生までの経緯について、見ていくことにしよう。二人が知り合った時期は、正確にはわからないものの、姫路市にあるキャバクラ店で共に働くこととなった。さらにそこからの経緯はわからないが、二人はしばらくの間、同居することになったんだ。え、同居ってことは、二人は付き合っていたってこと？正直なところなんとも言えない。ただ吉直の方は間違いなく、女性に好意を抱いていたと思われるんだ。でも同居なんかして大丈夫なの？女性には子供もいるでしょ。もちろん大丈夫ではなかった。もともと吉直には、付きまといや DV の前科があり、女性に対してもかなり横暴な態度をとっていた。そのため女性は身の危険を感じ、吉直から逃げるように、キャバクラを辞めることになるんだぜ。それは賢明な判断だわ。普通に考えて DV 男と一緒になんて、暮らせるわけないわよ。こうして水商売から足を洗った女性は、保険の外交員として昼の仕事に就くことになる。ただ営業に関して、まるっきり素人の彼女は、なかなか契約を取ることができず、収入面に不安を感じてしまうんだ。まあそれは仕方ないでしょ。それに夜の仕事の収入と比べたら、低くて当然なんだから。さらにこの状況で吉直から、夜の仕事に戻るように誘われることになる。まさか、その誘いに乗るんじゃないでしょうね。もともと吉直はあの手この手を使って、女性がキャバクラを辞められないように、いろいろと工作をしていた。
そのため女性が辞めた後も、執拗に監視をしていたんだ。だから、この被害女性が、お金に困っていることを知っていたんだぜ。監視って、普通に怖すぎるんだけど。っていうか気になったんだけど、女性はキャバクラを辞めただけで、引っ越しとかしなかったの？そこが女性の大きなミスだった。子供がまだ幼いこともあり、生活環境が変わることに抵抗があったのだろう。それに友人や、助けてくれる人がたくさんいる地元を離れるのが、怖かったんだと思うんだ。実際に、吉直に付きまとわれるような状況でも、地元姫路には彼女を助けてくれる人がたくさんいたからな。これは難しいわね。この状況に女性は悩んだ末、あくまで保険の外交員をメインに、空いた時間にキャバクラで働くようにしたんだ。それって吉直とよりを戻したってこと？いや、再び一緒に同居することはなく、あくまで上司と部下との関係を保とうとしていた。ただ、自分のことしか考えていない吉直からすると、そんな女性の行動が許せなくなっていたんだ。許せないって、こいつヤバすぎるでしょ。この女性も、とんでもないクズ野郎に、目をつけられてしまったわね。こうして吉直の女性に対する行動は、日増しにエスカレートしていくことになる。その結果、今回の事件が発生する1ヶ月前の、2020年6月9日に、女性は兵庫県警石釜署を訪れ、DV 被害の相談をすることになるんだ。やっぱりこうなると思ったわ。でも警察に相談に行ったのは良い判断ね。女性の相談内容は、家に転がり込んできた知人に殴られた、というものだった。原因は仕事や、買い物をめぐる些細な口論としているが、警察を訪れた女性の左目付近は、大きく腫れた状態になっていたんだ。目が腫れていた。って、吉直に殴られたのね。女の子を殴るなんて、本当のクソ野郎ね。許せない。でも警察に来たってことは、この場合、普通に傷害罪になるんじゃないの？どう考えても DV 相談の域を超えているでしょ。警察ももちろんこの状況に至り、被害届を出すことを勧めるんだ。そして女性もその日のうちに被害届を提出し、警察も吉直の逮捕状を取る準備をするんだぜ。それじゃ吉直は逮捕されたの？いや、吉直が逮捕されることはなかった。なんでよ、逮捕よ逮捕、警察、何やってんのよ。これは警察の問題じゃない。なぜなら、女性自らが、被害届を取り下げてしまったんだ。なんで取り下げるのよ、まさか吉直が何かしたんじゃ。正直、女性がなぜ被害届を取り下げたのか、詳しくは分かっていない。ただ、女性が働くキャバクラの関係者から、ある話が上がっていたんだ。もう、嫌な予感以外しないわね。実は過去に、別の従業員が吉直雄一から暴力を受けて、被害届を出したことがあったらしい。ただその時も今回同様に、その従業員自ら被害届を取り下げていた。そして理由を聞いたところ、吉直に脅されていたことが分かったんだぜ。やっぱり、そんなことがありそうと思ったわ。それじゃこの女性も、吉直に脅されていたに違いないわよね。確証はないが、そう考えるのが普通だろう。おそらく子供を襲うとか言って、被害届を取り下げさせたのかもしれないな。こいつ、本当に見事なまでのクズ野郎ね。さらにここで一つポイントになるのが、この時女性は警察に、知人から暴力を受けたと相談していた。このことからやはり女性は、吉直と交際をしている認識は、全くなかったと思われるんだ。実際に周りの同僚たちも、二人の関係性を見て、とても付き合っているようには見えなかった、と語っていたんだ。っていうことは、やっぱり吉直が、一方的に女性に付きまとっていたってことじゃない。これは本当に、最悪すぎるわね。このように数年にわたり、吉直という男に悩まされ続けられていた女性。しかし彼女の悲劇はここからだった。自分のことしか考えない、吉直のバカすぎる思考が、最悪の行動を起こすことになるんだぜ。それが今回の事件ってことね。それじゃ最後に事件の内容と、その結末について見ていくことにしよう。吉直の執拗な付きまといや DV に対して、覚悟を決めた女性は、これ以上関わりを持たないように告げたんだ。ただこの一言に、吉直は激高してしまうことになる。そして2020年7月12日午後1時頃、別れ話にカッとなった吉直は、自宅内にあった延長コードで、女性の首を絞めてしまうんだぜ。こういうクソ人間は、なんでそこで命を奪うという選択肢になるの？吉直からすると、自分の思い通りにならない女性に対して、苛立ちを募らせていたのだろう。事実明確な殺意があったと、後に証言しているように、台所にあった包丁で、女性の腹部を刺しているからな。首を絞めた上で包丁で刺すって、普通に凶悪犯じゃないのよ。ただ吉直がひどかったのは、その殺害方法だけではない。なんと女性の子供が見てる前で、その命を奪ったんだ。もう、
こいつは極刑でいいでしょ。ちなみにこの日は、子供の6歳の誕生日で、夜にはささやかながら、誕生日パーティーを開催する予定だった。そんな、ひどすぎる。被害女性の命を奪った吉直は、そのまま彼女の車を奪い逃亡する。そして車を走らせた吉直は、事件現場から100キロも離れた、京都へと逃げ込むんだぜ。殺人を犯して逃げる。そもそもそんなことをしなきゃいいのに。そんなこともわからないぐらい、この男は愚かでバカなのね。一方、一人残された子供は、同じ県営住宅に住む、70代の男性に助けを求めに行ったんだ。これって吉直は、どうして子供には危害を加えなかったのかしら？あくまで吉直の対象は女性だけだったからな。それに犯行自体は頭に血が上っての行動のため、子供のことまで考えていなかったのだろう。子供が無事だったのは良かったけど、この男の行動の理由、聞いていたらムカついてくるんだけど、でもこれってさすがにすぐ捕まるでしょ。いくら6歳とはいえ、吉直が何者かぐらい、知っているはずだものね。ああ、隣の部屋の70代の男性が、すぐに警察へと連絡したことで、事件は一瞬で判明することになる。警察と救急車もすぐに到着し、女性もすぐに病院へと運ばれたが、残念ながらすでにこと切れた後だった。そして車で逃亡を図った吉直も、事件発生から約5時間後に、逮捕されることになるんだ。5時間で事件は解決したのね。っていうか、逃げてもどうしようもないでしょ。バカすぎる男ね。ただ事件自体は、吉直が自首をしたために解決したんだがな。え、吉直って自首をしたの？おそらく逃げ切ることはできないと、途中で感じたのだろう。いやいやいや。絶対に減刑目的の自首でしょ。まあそこは何とも言えない。実際にこの事件の裁判は、結構、批判的な声が上がることになるんだ。確かに裁判はかなり揉めそうよね。それにいくら前科がいろいろあったとはいえ、人の命を奪ったのは初めてになるし、さすがに極刑は無理なのかしら。残念だが、霊夢のその認識は間違っているな。この犯行内容だと極刑どころか、無期懲役すら難しいんだぜ。こんなひどいことをしておいて、有期刑になるの？ありえないわ。そもそも事件自体、吉直が頭に血が上って突発的に起こしたものになる。そのため、凶器を用意するなどの計画性もなく、凶悪犯罪と認定するのには弱すぎたんだ。その上、子供には一切手を出さずに自首をしていることからも、無期懲役を求刑するのはハードルが高かったようだ。確かに計画性がないのはわかるけど。でも子供が見ている目の前で、母親の命を奪っているのよ。もちろんそのことは、裁判でも大きなポイントとなっていた。実際に判決の際には、被害者の長男は母親を間近で殺害されていて、将来に及ぼす影響は計り知れない。このように言い渡されたからな。それで、この裁判の結果はどうなったの？2021年5月27日、神戸地裁姫路支部が下ろした判決は、懲役22年というものだった。22年。当時この男、36歳だから、50後半には出てくるのね。ありえないわよ。母親を失った子供からしたら、いたたまれないわね。ただこの判決内容は、検察が提示した懲役20年より重いものだった。検察の求刑って、懲役20年だったの。やはり計画性のなさなどから、検察としても求刑が難しかったのだろう。ただ裁判では、殺意の強固さや犯行対応の残忍さから、検察が適切な量刑を選択したとは言えない、とされたんだぜ。これはこれで、なんかもやっとした感じがするんだけど、無期懲役求刑してたら、もっと重い刑になったんじゃ。正直この判決に関しては、甘いという声の方が、大多数を占めているのが現状だ。やはり吉直という人物の前科や、犯行内容を見る限り、情状酌量の余地は皆無だと思う。ただ現行の司法と照らし合わせた場合、これ以上の実刑を求めるのも難しいところなんだぜ。なんか本当にすっきりしない事件だわ。近年ようやくストーカー規制法など、付きまといに関する法律の整備強化が、急ピッチで進められてはいる。ただ今回のケースのように、上司と部下など、まだまだ法として、踏み込めていない箇所が多いのが実情だ。今回のような事件が起こらないように、今後さらなる法整備が必要だと考えられるんだぜ。というわけで今回の事件はここまでね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。